今日の小島のピッチングハイライトで振り返っていきましょう。ロッテ楽天の3連戦第2戦は小島岸の先発でした。まずは小島の立ち上がりです。浅村にヒット1本許しましたけど、このまっすぐ力強いまっすぐありましたね。もう1巡目はずっとねこのまっすぐの割合が高かったですよね。まあ、でもこれのおかげでね、あの楽天の、ね、バッターたちが前に出されましたよね。あ、なるほど、はい、岸の立ち上がり初回先頭の大木のセンターオーバーのスリーベースヒットを放ちます。いきなり、ね、先頭の者がスリーベース打ちますとね、ピッチャーも1点確保しますんでね。そうですよね、はい、ノーアウトランナー3塁で今日2番スタメンの国保です。初球高めの変化球を捉えてのレフトへの犠牲フライです。小木野隆が帰ってきてロッテが1点を先制します。ゲームは2回です。ノーアウトランナー1塁とした小島ですが、ここはダブルプレー、ストレート詰まらせての岡島セカンドゴロでした。さらには隅田に空振り三振、まっすぐの伸びも抜群でした。そしてゲームは4回です。この2巡目からチェンジアップまたはカーブを多めに使ってきましたね、はい、やっぱりねあのストレートをしっかりとねあの差し込むことができましたので、ね、はい、今度はね奥行き緩急を使っていこうという配球になってきましたよね。さらには模擬低め見逃しの差し4回無失点という内容の小島です。ゲームはその裏4回の裏です。ワンアウトランナー2塁からマーティンセンター後方の大飛球フェンスダイレクト、中村翔は帰ってきて1点追加2対0とします。さらにゲームは6回後半に入ります。小島のピッチング先頭の山崎は最終的にはショートの藤岡が落下点です。ショートフライ、さらに小深田変化球空振り三振、そして辰巳泳がせてのファーストゴロ、このイニングを3人で打ち取ります。まあ、6回以降またリズムが良くなった感もありましたよね。ありましたね。まあ、でも本当に立ち上がり1巡目のストレート本当に効いてましたよね。さあこの7回も集中力を高めてマウンドに上がっていきます。苦手としている浅村変化球見逃しの三振、さらに茂木カット系のボール、気持ちが伝わってくる内容でした。7回無失点。そしてゲームは7回の裏です。マーティンを2塁に置いて2打席ヒット出して迎えたレアード、ストレートをドニーさん捉えましたね。やっぱりレアードは勝負強い、はい、ゆっくりとマーティンがホームに帰って1点追加3対0、見事に岸を攻略したというロッテ打線です。その後ワンアウトランナー3塁、森原2番手としてマウンドに上がります。安田もセンターへの2セーフライを放ちます。まあ 岸投手がタイミングがうまく合ってなかったんですけどね、はい、まあ、ピッチャー変わったことによって、まあ、うまく、ね、犠牲フライ打つことができましたね。そうですね、はい、これで4対0。そしてゲームは8回です。この回先頭は島内、外のスライダーをレフト方向、打球は伸びていってレフトスタンド、この辺りはさすがですね、バットのヘッドも効きますし強い打球打ってますね。今シーズン80打点をマークしたという島内です。しかしその後の3人バッターを3人のバッターをきっちりと打ち取りました。4対1。さあプロ初関東へ向けて小島がマウンドへと向かっていきます。プロの世界では初めて経験する最終回、27個のアウトをどう取るかです。ランナー1人許しましたが鈴木大地ファーストゴロ、これで2アウト。最後のバッター浅村をショートゴロに打ち取って27個目のアウト、投げ切りました。プロ3年目小島和也、プロ初完投をマークしたという一夜になりました。これでチームは3連勝、貯金が11に伸びたという千葉ロッテマリーンズ。小島素晴らしいピッチングでした。これで小島が今シーズン7勝目を挙げました。